あなたの心の奥様は魔女、須山拓司です。アニメや漫画より楽しむための動画をお送りしておりますということでね、そんな今回のテーマは日暮らしの泣く者一冊、縁話の正体と魔女の意味を考察、里子の未来を占うということでですね、今期も必要とあれば木曜以外を日暮らしの考察に捧げる男でございます。はい、ということでね、こちらの日暮らし一冊たたり明かし編その2を見て思ったことですね、これは思った以上にたたり魂編の裏でエイワや里子が動いていそうやでとね、なってきたんじゃないでしょうか。まあ、たたり魂編の中盤はね、まあ、ほぼ里子は出てこなかったんですけどもね、その裏でですね、この2人が大きく動いていたと、そんなことを感じさせる、たたり明かし編その2の終わり方となっていました。今回はですね、そんなエイワの正体は最新情報も含めてですね、再度考察していきたいと思います。そしてですね、里子に対するですね、あの魔女発言の意味、今後ですね、里子はどうなっていくのかもですね、考察していきたいと思います。ちなみにですね、ブログ版または動画の概要欄でですね、漫画版や小説版などを楽しみに、その他のですね、日暮らしの関連動画なんかもまとめております。またここではですね、アニメや漫画に役立つ情報を配信してるんで、よければチャンネル登録してください。さあ、それでは考察に入っていきましょう。まずはこちら、エイワの正体は別の世界からやってきたお社様説ですね。こちらもね、前々からあった説をですね、最新情報も加えて再度考察していきたいと思います。まあ、公式サイトのね、このキャラ紹介の方にも書かれている通り、羽生のような、まあ、角を持つこと、まあ、ちなみにですね、日暮らし卒になってこのエイワを含めてですね、何人かのね、このキャラのね、画像なんかも変更されていました。そんなエイワがですね、最初に里子に語った内容やですね、まあ、この世界に干渉できるようになったといったら、そういった発言、そしてですね、反射で判定しているお社様像の手とかですね、まあ、エイワがですね、別の世界から来たお社様とね、まあ、考察する人はね、前からね、非常に多くなっていました。またですね、こちらですね、たたり明神その1で里子にこの警告しました。まあ、先に死んだらリカちゃんがいない世界にいても文句を言う資格はないといったね、こういった発言も気になるところとなっていまして、まあ、旧作ではですね、リカちゃんをね、中心にループしていたから、まあ、そういった世界がね、なかったことも取れるんですけども、まあ、お社様のこの巫女であるですね、リカちゃんが存在しない世界がそもそもあるのかというね、その疑問なんかも上がってきましてですね、まあ、旧作でも、まあ、ケイチがね、まあ、引っ越してこない世界はあるとは言ってたんですけども、まあ、レナやミオン、まあ、里子がいない世界があるといったような発言はなかったということで、まあ、元々いるキャラクターがいないという世界もあるんでしょうか。このことからですね、本当にそういった世界があるんだったら、まあ、エウアがいた世界ではですね、リカちゃんが存在せず、里子がですね、リカちゃんより先に死んだらそっちの世界に飛ばすぞといったね、そういった警告なのかもしれません。さあ、そして仮にね、このエウアがいた世界にリカちゃんが存在しないんだとするとですね、そこからさらにエウアの正体に迫っていきたいと思います。まあ、エウアはですね、羽生のことを角にね、傷がある、出来損ないと言っていたんで、まあ、エウアはですね、角に傷がつかず、まあ、完全な力を持ったままのね、お社様とね、いうこともできるんじゃないでしょうか。まあ、羽生であって羽生じゃない、お社様は完全体といったら、まあ、別個体と言ってもいいのかもしれません。羽生はですね、角にね、傷がついたことによって、まあ、人間と交流を持ちまして、まあ、フルテ家のね、階層であるね、フルテ王家を生むことになるんですけども、まあ、であればですね、角にこの傷がつかずだったエウアはですね、人間と交流を持つ必要もないんで、まあ、エイワがいる世界ではですね、まあ、リカちゃんどころか、まあ、お社様のこの力を受け継ぐフルデケ自体もなさそうな形となっていまして、この退屈を嫌うエイワがですね、そこを離れてですね、こっちのひなみ沢の世界に来たということは、まあ、エイワがいたひなみ沢では惨劇とかが起こらない、まあ、何の変哲もないね、田舎の村という可能性は高そうだなと思いました。さあ、その他でね、ちょっと面白そうだったなと思ったのはですね、こちら、エイワの正体は、フルデ家解説のね、フルデ王家説ですね。こちらですね、まあ、羽生の娘で、暴走した羽生を沈めるためにですね、まあ、鬼狩りの竜を使って、まあ、羽生をね、封じ込めた人でもあります。こちらですね、ゲームのオリジナルストーリーで描かれた話なんですけども、これアニメの方でもですね、まあ、王家と羽生が対峙するシーンはちょっと描かれてたということで、ね、まあ、アニメでもね、この設定はね、反映してるんじゃないでしょうか。まあ、羽生の血をですね、リカちゃんよりも濃く受け継いでいるね、まあ、この王家であれば、まあ、死んだ後にね、羽生のようにお社様的な存在になることもまあできるんじゃないかなというね、説となっています。まあ、母親であるですね、羽生が消えた木南沢に、この娘の王家が新たなお社様としてやってくるということで、なんかこう、親から子にというですね、まあ、形もなんだかね、綺麗なね、形にね、収まる形となっています。まあ、リカちゃんとね、見た目がこのそっくりなですね、王家なんですけども、まあ、この髪の色とか髪型などは、まあ、羽生よりもね、むしろエイワの方に似てるよね、となっていまして、さらにですね、エイワは羽生のようなね、この御国を着ていることから、まあ、王家がお社様化してですね、まあ、エイワの姿になったのかもしれないというね、いうわけです。
リカちゃん的なですね、まあ、心優しい桜花がですね、まあ、惨劇やね、人の不幸を見てね、高笑いするような、ね、ちょっと邪悪な感じになったからね、なんかどうしてこうなったのかちょっと不明なんですけども、まあ、羽生がですね、過去にこう暴走したのは、まあ、人間の裏切りがあったからとなっていまして、その時にですね、桜花のね、旦那さんは殺されてしまいまして、そして桜花自身もこうボコボコにされるというですね、まあ、裏切り行為を桜花自身も結構受けているということで、まあ、よくそれでね、羽生を鬼狩の竜王で封じようと思ったものなんですけども、まあ、その時のですね、人間に対する遺恨もありますし、まあ、もしかしたらですね、羽生を封じた後にも、まあ、人間から裏切り行為を受けてですね、闇落ちして、まあ、エウアのような存在になったのかもしれません。エウアの正体がですね、別の八代様、もしくはですね、フルで桜花だとするんだったら、この里子に対するですね、魔女発言の意味は2つのね、候補があるんじゃないかなと思います。1つ目はですね、まあ、鬼化ですね、里子もそういった表情をちょいちょい見せていますけども、まあ、こちらもですね、ゲーム版では、まあ、鬼ヶ淵村時代の木南沢で鬼化したキャラクターが赤目になっていたこと、そしてですね、この羽生から受け継ぐ鬼の力を引き出したフルで桜花も赤目になっていましたということで、その設定を引き継いでですね、里子にも赤目演出を入れてきたのかもしれません。赤目になったキャラクターはですね、まあ、ひなみさん症候群を発症したように、まあ、暴走するらしいんで、作中でですね、里子が赤目になった時は、まあ、精神的にですね、まあ、ひなみさん症候群を発症したような暴走してますよというね、合図だったのかもしれません。まあ、エウアからですね、まあ、ループの力、まあ、鬼の力を与えられた、ね、里子なんですけども、まあ、リカちゃんのようにですね、まあ、羽生の、ね、血を受け継いでいるわけではない里子となっています。まあ、羽生の血がですね、まあ、女王感染者、まあ、つまりですね、ひなみざわ症候群、まあ、鬼の力で抵抗する力を持っているんだとしたらですね、まあ、それぐらい里子がですね、まあ、このループの力を使い続けると、まあ、鬼化が進行していって、まあ、それに抵抗できないんでですね、どんどんね、精神が蝕まれていくというね、形なんでしょうか。結果ですね、たたり明かし園その2では、こう、頭を押さえて赤目もね、点滅させることで、まあ、鬼化の進行を表していたんじゃないでしょうか。この後ですね、里子のね、暴走がですね、よりね、激しくなっていくのかもしれません。二つ目は、魔女とはですね、リカちゃんと同じく、このループの力を与えられた里子がですね、巫女化していくというものとなっていまして、まあ、この鬼化とですね、巫女化は似てるかなと思うんですかもしれませんけども、まあ、先ほどの鬼化が、まあ、体が耐えられなくなったというんだったらですね、こちらの巫女化はですね、まあ、精神が耐えられなくなったというね、そういった違いに思っていただければいいと思います。そのですね、里子は、木南沢症候群の治療のために、リカちゃんのまあ協力で作ったまあ治療薬 C120 を打ち続けていたんで、まあ、親代様のね、力を受け継ぐね、フルデキの的なものもですね、幾度もなくですね、刺されたんじゃないかというね、そういった考察なんかもありました。なのでですね、里子もまあ、リカちゃんと同じようにね、赤目になったら、そのね、体の中に入ったですね、フルデキの血が反応してそうなってるんじゃないかといったようなものとなっていまして、とはいえですね、まあ、それだとね、当然ながらリカちゃんよりも血はね、だいぶ薄くなるんで、力も弱まるはずとなっています。まあ、そんな状態でですね、リカちゃんと同じくこのループを繰り返すことによって、まあ、里子の精神がですね、この巫女化に耐えきれずですね、たたり明かし園その2のようなね、この苦しみを味わうことになったという形となっていましてですね、このね、苦しむ姿、まあ、助けてニーニーまでは全て演技だとない、演技じゃないんだとすると、まあ、里子の身にね、何かしらのこの反動が起こっているのはね、間違いないんじゃないかなと思います。まあ、頭を押さえていたことから、まあ、里子にもですね、まあ、フラッシュバック的なことが起こっていたのかもしれません。もしくはですね、助けてニーニーと叫んでいたことから、まあ、ミカの力が反転して、まあ、自分以外のフラッシュバックを、ね、食らうことになったのかもしれません。まあ、例えばですね、鬼明かしへのまあレナとか、綿明かしへのミオンなど、まあ、音がめありといった感じですね、今までこれ自分がやってきたこの悪さのフラッシュバックをバチコーンとですね、全てね、受け止めてしまったらですね、まあ、頭やね、この体にはね、心にですね、まあ、大ダメージがあったのは間違いないとなっていましてですね、まあ、そんでもってですね、当然その反動はまだまだ終わらないぜと。そしてもう一つ、里子が巫女化してるんだったらですね、日暮し号でも提唱しました、里子も女王感染者説も再び掘り起こしたいぜとなっていましてですね、リカちゃんがですね、木南沢症候群をこう抑える女王感染者だったらですね、里子はですね、木南沢症候群を発症させるね、女王感染者といったのがね、この説となっているんですけどもね、まあ、こちらのね、説の詳しい内容については、まあ、個別の動画でご覧ください。そしてですね、里子も巫女化してるんだったら、まあ、女王感染者の力をね、持っているかもしれないということとなっていまして、そしてですね、たたり明かし園その2のね、力の暴走によってですね、このね、女王感染者の力が反転するかもとね、思ったわけです。というのもですね、H173 じゃないと言われている大石など、まあ、たたり魂園からですね、猫魂園では、今までのですね、木南沢症候群をさらにこう、強力にしたようなですね、ハッスルラッシュが起こっているのがですね、その理由となっていましてですね、こちらの前回考察しました、まあ、エウアの罠ではですね、まあ、これらはエウアが起こしたんじゃないかなと考察したんですけども、まあ、ここにですね、もう一
一つ、佐藤子の反転した上官戦車の力が起こした説もね、加えていきたいと思います。しかもですね、たたり明かし、その2で、ね、佐藤子のこう赤目が点滅したことからですね、佐藤子がこうやろうとしなくても勝手にね、発生させちゃうかもしれないよというね、そういった形も見えてきたわけです。まあね、ギアスの力が暴走した時の、まあ、コートギアスのね、ルルーシュみたいにですね、まあ、佐藤子のこの赤目がですね、発動したらもうその対象者もね、発症しちゃうみたいなね、そういった形でしょうか。しかもですね、こういきなりですね、このね、いきなりハッスルするんじゃなくて、まあ、潜伏期間があって、まあ、最終的にハッスルするよという場合はですね、佐藤子自身もいつ誰にですね、その力を使ったのかわからない状態となってしまうわけでですね、あの、ハッスル赤坂から始まるですね、猫魂へのハッスルラッシュ、もしかしたらですね、佐藤子自身もその裏側で惨劇を止めようとですね、必死に動いていたのかもしれませんけども、佐藤子も誰にね、発症させたかわからなかったから、それができなかったのかもしれません。さあ、そして、A1 の正体もう一つですね、この魔女という言葉が出てきたなんだったら、A1 の正体はですね、海猫のなっころに出てくるフェザーリング説もね、まあ、再びですね、無視するわけにはいかない形となってきました。まあ、海猫を知らない人のためにですね、まあ、ざっくりね、解説しておくと、まあ、海猫はですね、日暮らしと同じですね、まあ、竜騎士ゼロナネによる作品となっていまして、まあ、リカちゃんと見た目がそっくりなせ、魔女ベルンカステルが登場するなど、まあ、日暮らしともね、つながりがあるんじゃないかなと言われている作品となっています。まあ、ここちょっと公式の発表がね、ないんでですね、まあ、あくまで考察の範囲にはなるんですけども、まあ、そんなですね、フェザリーヌはその海猫に登場する、まあ、ゲームマスターと呼ばれる魔女となっていましてですね、角に傷がついてない状態のね、羽生とも言われています。まあ、こちらも考察とはなるんですけども、そんなですね、日暮らしと海猫の関係性についてはですね、まあ、個別動画ではね、こちらも詳しく解説してるんで、知りたい方はですね、そちらをご覧ください。でですね、そんなね、見た目も設定も似ていることから、このオープニングの謎のね、影の正体はですね、フェザーリーヌ説は、これ前々からね、上がっていたんですけども、まあ、それをね、沈黙させたのはですね、原作者であるリュウちゃんがですね、フェザーリーヌではないというね、発言をしたことと、その後にですね、まあ、エウアというね、違った名前が付けられたこと、さらにですね、担当声優が違うことから、まあ、別人という説がね、今は有力になってきたんですけども、しかしですね、サトコとか初めて会った時にですね、まあ、フィギュアとか、ミツヨ、まあ、得意性、脊髄標本 LD で3105といったですね、まあ、意味深な発言をしたこと、そしてですね、リカちゃんのことをですね、フェザーリーヌとね、同じように猫と呼ぶこと、そしてですね、今回のね、魔女発言からですね、まあ、フェザーリーヌ説がね、再び再燃となっていまして、すでにですね、まあ、僕の動画のコメントにもいくつか来てたんですけども、まあ、A はですね、フェザーリーヌになる前の状態、これからね、フェザーリーヌになっていくね、物語、もしくはですね、別の世界の親父の様で、まあ、フェザーリーヌとは違った歴史をね、辿ったフェザーリーヌ、まあ、この場合はですね、名前は A のままかもしれない。でもフェザーリーヌ的な存在となるんですけどもね、そういった説なんかもね、いつくつか挙げられていました。まあ、これだったらですね、あの、リュウちゃんのフェザーリーヌじゃないというね、まあ、発言も嘘ではないというね、まあ、そういった抜け道が出てくるわけです。さあ、エウアの正体がですね、フェザーリーヌ的な存在だとするんだったら、この魔女の発言もそのまんまの意味で、サトコが海猫のような魔女化することも、まあ、これもね、あり得るんじゃないかなと思います。そこでですね、日暮らし5の頃から名前が上がっているのが、この海猫に登場する魔女ね、ラムダデルタとなっていましてですね、まあ、この名前と幼少期の見た目がそっくりなことからですね、まあ、日暮らし5の放送前は、この高野との、ね、関連性が一番噂されていたんですけども、まあ、放送後はですね、サトコがラムダデルタにね、似た発言をしたことによってですね、ムムムッとね、なってきたわけです。ラムダデルタがですね、リカちゃんにこのそっくりなベルンカステルに永遠に閉じ込めて一緒にいたいというですね、そういった執着を持っている、まあ、共通点からですね、まあ、見た目も同じ金髪というような共通点もあるんですけども、まあ、日暮らし一つではですね、このサトコがループを繰り返した結果ですね、魔女でラムダデルタになる、またはね、そのね、サトコからね、魔女が生まれるといったね、それまでの物語じゃないかとですね、噂する人なんかも出てきたわけです。まあ、仮にですね、佐藤がこのような魔女化をね、していくんであればですね、まあ、鬼化や巫女化よりもっと激しいですね、まあ、人界の存在に近づくということで、まあ、人格で、崩壊なんかも起こるかもしれないというね、これからのね、日暮らし一つのね、ストーリーとなっています。まあ、ラムダはですね、佐藤がね、こうパンチの効きまくった性格ということで、まあ、そこの変化ですね、する物語となっているのかもしれないということで、まあ、こう、頭を押さえてですね、赤目を点滅させてというのは、そんな人格崩壊が進んでいますよといったね、演出なのかもしれないということで、そして、ね、最後にね、佐藤がですね、いやー助けてーとかね言ってね叫んでいたら、そんな自分が自分で亡くなっていくようなね感覚を味わっていたのかもしれません。はーい。
ということでね、今回の考察をまとめるとですね、まあ、縁話の正体も、まあ、里子の魔女化もですね、まあ、大きく分けてですね、この2パターンあるんじゃないかなと思いまして、まあ、そのね、軸となるのが縁話の正体となっていまして、それによって里子の変化も大きく変わってくるのも、これは間違いない状態となっています。まあ、特にですね、魔女化だったらですね、本当のね、魔女だったらですね、里子のね、これから始まるね、男はとんでもなくなるんじゃないでしょうか。どちらにしろですね、たたり魂、その3では全く出番がなかった里子の裏側となる、たたり明かし、その3ではですね、まあ、大きくね、物語が動き出すね、形になるんでしょうということでですね、こういったですね、アニメや漫画をですね、より楽しむための動画を随時上げておりますんで、チャンネル登録もしくはですね、グッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。